この稚魚があらゆるベトナムを乗り越えて大きく育って復興の工夫をしているこの地に再び戻ってくるように願っていただいてご留意いただきたいと思います。ゆっくりとか、さあ帰っておいでよ。一棟に2世帯が入居するという形になっております。復興が着実に進んでいるということを実感することができました。一方、まだまだ仮設住宅で困難な生活を余儀なくされている方々がおられます。さらに復興、特に住まい、そしてなりわい、加速させていただきたいと。でも連休に間に合ってよかったですね。こういった形でですね、高台も完成したりとか、住宅も完成したりとか、非常に復旧復興実感ができるようになりました。アマちゃんで大変親しみを感じていたんですが、車窓からですね、美しい三陸の景色が見えました。これから復興を進めていく上においては、地域の観光を含めた産業の再生が大切だと、産業復興推進計画を早急に取りまとめを行って実行に全力を挙げるよう指示をいたしました。